あなたの夢にお邪魔します。 It's me, Mariana。 ギガンティさん、ごきげんよう。ブリアナです。みんな元気にしてた？そいつは驚いた。ねえ皆さん、お気づきの方多いと思います。私、ブリアナのこのチャンネル、1万人を突破いたしました。ねえ、嬉しいよね。私だけかしら。私はとても嬉しいわ。とってもよ。皆さん、やはり私のこの官能的、私のこのマイペース極まりない動画、見てくださってる方々、感謝いたします。うん。そう。ちらほらね、1万人もうすぐ行くよって、1万人超えたらなんかやんないのって聞かれてたの。1万人もの方に登録していただけるなんて思ってなかったからさ、何も考えてなかったの。YouTube ライブとかやってほしいって言われたりもしたんだけどさ、私アドリブ弱いもんで、1ヶ月ぐらい前だったかな、1000人をね超えた時にやった、質問コーナー、そちらをね、せっかく1万人もの方に登録していただいたので、質問返していきたいなって思うの。結構たくさんの方々に質問いただけたんですね。そう、全部はね、答えられないかもしれない。ごめん。それはごめん。結構たくさんあるからさ、早速、参ろうか。一発目から大先輩だね。アマゾネス・ダイエン先輩です。ブリアナちゃん、好きで拝見させてもらってます。ありがとうございます。ずっと探してるものの質問なんですが、愛ってどこにありますか？はい、愛の居場所をお探しですか先輩？ダイエン先輩、あなたのここにあるものは一体何ですか？27レイスさん、ブリちゃんいつも腕につけてるのは手作り？ブリちゃんグッズとか今後販売したりしますか？オフ会みたいなやつとか、ぜひともコロナが収束したら北海道に来てほしい。これね。これはね、私の手作りでございます。誰でも作れるわよ。アイロンビーズだから。オフ会は今んとこ考えてないかな。そうね。おコロナが終わったら北海道、呼んでちょうだい。お仕事待ってます。バーバラ・ビー・バーンさん。ブリアナさんの熱盛動画、イライラするから大好き。他のゲームは名前がよくわからないけど好き。
メイクは何分くらいかかりますか？カバンの中身やってください。カバンの中身はやらないわ。メイクはね、そうね、40分くらいかしら。意外と手間かかってんのよ。泉さん、ブリアナちゃん本当かわいいありがとう。ブリアナちゃんの好きな言葉や座右の銘は何ですか？本当かわいいありがとう。そうだな、好きな言葉は他力本願、座右の銘は昨日の敵は今日も敵。長谷川千秋さん、合ってるかな読み方。ブリちゃんへ、コロナっちが落ち着いてから初めての海外旅行を検討中。ブリちゃんがおすすめのスポットってどこかな？ニュージャージー以外でお願い。なんでニュージャージーはダメなの？そうね。景色が素晴らしかったのはモロッコかな。モロッコ素晴らしかったよ。終わりのない谷とかってさ、すごく良かった。でも二度と行かないかな。遠い。本当に落ち着いてから行くのよ、海外旅行。桜宮ゆりさん、ブリアナさん可愛くて大好きです質問なんですが、いつも動画見てて思うのですが、髪の毛がサラサラで羨ましいです。何のシャンプー使ってらっしゃいますか？ずらよ。大福丸さん、いつも動画楽しみにしています。ありがとうございます。何度も繰り返し見るくらい大好きです。質問です。シュキピさんとの馴れ初めを教えてください。ちょっと恥ずかしいなぁ。教えちゃおうか。そうね。出会い系アプリよ。コマさん、いつも楽しく拝見しています。ブリアナちゃんの唇がいつもツヤツヤなんですが、どこのリップを使ってますか？肌が弱くてメンソール使えなくてカッサカサの私に教えてください。前回のね、質問の動画でも答えたけど、マックよ。マックで売ってます。でもね、ちゃんとケアしないとね、これ塗った後ね、すんげーガサガサになっから、ケアは大切でございます。ナオミングさん、ブリアナさんの動画に癒されてます。大好きです。ありがとう。質問ですが、お酒は飲みますか？飲まないね。お酒全然飲まない。そうね、お酒の席で最初の乾杯ぐらいはするかな。昔はね、浴びるように飲んでたんだけどね、もう全然ダメね。私、ショーガールという職業柄、やっぱりね、お酒の場が多いのね。やっぱりさ、シャンパンとか入ると、こう、わーって、わーって、シャンパンソングみたいなやつ流れるじゃない？あれ聞こえると私、急にその場からいなくなるわ。アッシュとキョウさん、ブリアナさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝見してます。ポールダンスを始めたきっかけは何ですか？40半ばの私もこれからポールダンスを踊れますか？踊れます。私がポールダンスをお教えした中で、一番ご年齢が高かったのはね、おいくつだったかしら？ 54 歳とか56歳とか、そんな感じだったわ。ポールダンスにも様々なレベルと、ジャンルがございますので、ご自分に合ったレベルで、全国各地に散らばっているポールダンススタジオへ、体験しに行ってみてください。花さん、キュートなブリアナちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しませていただいております。質問なんですが、今まで経験した中で一番恥ずかしかったことは何でしょう？楽しみに待ってます。Bluetooth のイヤホンが繋がってると思い込んで、電車の中で窓マギの CD ドラマが流れちゃったことかな。モーリーさん、
いつも可愛くて元気もらってます。質問ですが、ブリアナさんがモチベが下がった時、あげるために何かしますか？モチベが下がった時、こういう時は私は何もいたしません。上がってくるの待ちます。チャンネルはずきさん、最近動画を拝見するようになりました。ブリアナちゃんの言葉遣いや仕草の綺麗なところがとても好きです。質問です。青汁を差し入れているシュキピさんの好きなところはどこですか？顔です。翔平61さん、ブリアナさん、いつも楽しくゲラゲラ笑いながら動画見てます。ありがとう。質問です。動画撮影してるとき、家にシュキピがいた場合、シュキピは撮影の様子を見てるのですか？もしくは全然気にせずですか？教えてほしいです。これからも応援してます。私のシュキピ、撮影中にいる時もあればいない時もございます。いる時はね、そうね、そこら辺から真顔で見てらっしゃるわ。ブルガリ XOXO さん、ブリちゃんかわいい、立ち振る舞いも全てがエッチ。やだ、やめてよ。質疑応答、心底待ってました。無駄毛処理はどのような感じですか？お見受けしたところ、足も腕も脇もトゥルントゥルンでお美しいやないですか。うらやま。福田カルビさん、ブリちゃんはじめまして。はじめまして。すべてが魅力的なブリちゃんの虜になりました。ずっと応援しています。ブリちゃんは何フェチですか？教えてください。ここでは言えない。はるはるさん、ブリアナちゃんが大好きで、これからも目が離せません。離さないで。ブリアナちゃんがよく使ってるシュキピというフレーズは恋人さんのことですか？お友達やブリアナちゃんファンにも使いますか？ブリアナちゃんのファンの総称、ファンネームみたいなのがあれば素敵ですね。総称なんかありませんか？みたいな質問も結構あったのね。特に考えてなかったんだけど。シュキピはね、私の恋人のことよ。唯一無二。そうだな。私のチャンネルを登録してくださって、私を応援してくださってる方々のことは、なんて呼ぼうか。無理やな。無理やな。穴友とかどうかな。穴友でいいんじゃないの。穴友。レイさん、ブリアナちゃんはじめまして。毎回楽しく拝見させていただいています。質問なのですが、ブリアナちゃんの原動力は何ですか？私はブリアナちゃんの動画が原動力になっています。大好きです。これからも応援しています。ありがとう。私の原動力はこの先発売されていく楽しそうなゲームです。それ以外ありません。M さん、ブリアナちゃんこんにちは。毎回楽しく動画を拝見しています。ブリアナちゃんを作り上げる3つの要素を挙げて、ブリアナちゃんを作り上げる3つの要素を挙げてくださいと言われたら何を挙げますか？そうだな、眉、目、唇。なゆさん、ブリアナちゃん、いつも楽しく動画を見させてもらってます。質問なんですが、なぜそのメイクになったんでしょうか？理由を聞きたいです。なぜこのメイクになったか。私のパーツを引き立ててくれるようなメイクを研究した結果、このような官能的なメイクとなりました。ぜひ参考にしてちょうだい。小林福さん、お疲れ様です。いつも楽しみにしております。私は歩いてるのが不思議なくらい運動神経がないのですが、
あんなすごいダンスができるブリアナちゃんは、やっぱり小さい頃から運動神経が良かったのですか？とにかくすごいです。私は、28歳ぐらいまではね、全然運動してなかったのよ。運動というものがね、とにかく嫌いだったの。マラソン大会とかさ、わざと転んだよね。渡辺ゆがみさん。ゆがみ？あなたなの？あ、ゆがみちゃん？やだ、びっくりするじゃない。ブリアナちゃんお久しぶりです。いつも楽しく見ています。特にお食事をしている動画が好きです。以前紹介していたボンゴやぴょんぴょん社にも伺い、ブリアナちゃん聖地巡りをするのがマイブームです。この夏おすすめのグルメ、もしありましたら教えてください。私がね、夏に食べたくなるもの、ムーキムチかな。いわゆる水キムチっていうさ、よく冷たいスープとかに入ってたりとかしても美味しいんだけどさ、三ヶ島のね、韓国市場みたいなとこで買えるわよ。おすすめ。私のお気に入りはね、一番奥のお店。気になったら三ヶ島韓国市場ってググってみて、きっと出てくるから。出てこなかったらごめんね。エッコ2410さん、ブリアナちゃんの好きな男性のタイプを教えてください。一番重要視することは何ですか？私一番重要視することは顔です。顔だね。顔しか見てないからよく失敗してきた。好きな男性のタイプはね、そうだな、白イルカに近ければ近いほど好き。これはね、皆さんに不思議がられるんだけどね、チュキピの写真をねお友達に見せると大体ね納得してくださるの。私のシュキピはほぼほぼ白イルカかな。なず梅さん、いつも素敵なブリアナちゃん、パフォーマーとして体重管理などされてますか？どのような食生活を送っているのか気になります。おすすめもあればぜひ教えてください。あまり体重管理ってしてないかもしれない。他のね、お美しいポールダンサーの方々、結構ねしっかり体重管理とか体型の管理とか、されてると思うんですけど、私はあんまりしてないかな。理想の体型だからとかいうのではなくて、全然理想の体型じゃないけどね、我慢できないの、ごめんなさいね。パピコさん、ブリアナさん、いつも拝見させてもらってます。中学3年生の一応受験生です。今、高校受験や進路のことで絶賛迷い中なのですが、自分のやりたいことを貫いて生きていくか、親や周りの人に期待されていることを続けていくべきか迷っています。そんな時、ブリアナさんならどうしますか？まあ、周りの期待とご自分でやりたいことのギャップというものが存在しているってことでいいのかしら。周りはね、いいの。とにかくね、親御さんともう死ぬほど語り合う、その行為自体がこの先双方にとってよりヒントが多く見つかるのではないでしょうか。CH さくらさくさん、ブリアナちゃん、私は育児なおの33歳女です。一日の家事を終えてから息子そっちのけでオリジナルダンスを踊り、ストレスや運動不足を発散しています。ブリアナちゃんのストレス発散方法はありますか？私はね、ストレスが溜まるのが、そうね、ショーの練習、ボールダンスの練習してる時にうまくいかない時、これが一番ストレスが溜まります。そしてそのストレスを解消するためには、ボールダンスをするしかないんですね。なので私のストレスは、ボールダンスでたまり、ボールダンスに解消されております。参考にならないかもしれないけど。
もしかしたらゲームしてる時にもストレスは解消されてってるのかもしれないけど、私は結構脳死状態でゲームをしてることが多いので、発散されてるのかどうかはちょっといまいちわからない。王王さん、一目惚れしてブリ沼にハマっております。ポールダンスを始めてから何か変化したことはありますか？例えばポールでぐるぐる回るから三半規管が鍛えられて乗り物酔いしなくなったとか。乗り物酔いはね、車は大丈夫だけどバスはダメ、なぜかはわからない。ポールダンスを始めてね、一番変化したのは体重です。私ポールダンスを始めた時ね、98キロあったの。ベルさん、男性の好きな人のタイプと女性の好きな人のタイプを知りたいです。これあれ、性対象としてってことなのかな。性対象としてだったら女性はまずはないかな。男性はね、さっきも言ったけど白イルカみたいな顔の人が好きよ。お友達の女性として好きなタイプっていうのはね、あるかもしれない。ご自分のチャームポイントをしっかり理解している女性、とても魅力的だと思います。マイミーさん、ブリアナさんはじめまして。お気づきかどうかわかんないんですが、眉毛つながってますよ。みちゃんこさん、ブリちゃんどうも、いつも動画ありがとうね。楽しみで待ち遠しい夜を毎晩過ごしているわ。ふふ。お言葉に甘えてクエスチョンしちゃおうかしら。長いわね、始まるまで。自粛明けたから、ブリちゃん仕事で忙しくなるとは思うんだけど、どうにかこうにか動画の頻度上げられないかしら。今までの動画を何往復したかわかんないったらありゃしない。そう。動画の頻度ね、上げたいんだけどね。YouTube でいっぱい稼げるようになったら考えるわ。そうね。そのような日が来るまで往復を続けてください。お願いいたします。犬の名前ポポさん、ブリアナちゃんいつも元気もらってます。どこの青汁飲んでますか？私の青汁はね、結構その時によって全然違うの。目についたもの適当に買ってるわ。どっかでも言ったかもしんないんだけどさ、これは青汁の粉を緑茶で溶いております。美味しいからやってみて。茶畑さん、ブリアナちゃんかわいい。靴のサイズは何センチですか？ 26.5 センチ。ニキさん、いつも更新されるのが嬉しくて嬉しくてワクワクして見てます。ありがとうございます。ブリアナちゃんはとってもおしとやかで落ち着いた女性だと思ってるのですが、女性として意識していることはありますか？所作や言葉遣いなど。今度ポールのレッスンを受けるので何かアドバイスください。所作や言葉遣い、どっかな、あんま意識してないんだけど、なるべくね、汚い言葉は使わないようにしてるわ。うんことかさ、下品じゃない？うんことか。ポールのレッスン今度初めてお受けになられるのかしら。そうね、私から言えること一つあるわ。股の毛はしっかり処理していけ。かずき、原田さん、ブリアナちゃんのブリって何のブリなんですか？ずっと考えていたんですけど答えが出ません。苦しいです。それ恋ですね。恋です。私に恋してるんだと思うよ、それ。そうに違いない。これちょっと教えたくないね。もうちょっと恋してて。アマベルサンタ、アマベルさん、なんてさりげかわいいの。さりげ。おゆきさん、ブリアナさんは悩んだ時、疲れてしまった時、どうやって気分を上げていますか？暗い質問になってしまいごめんなさい。大好きなブリアナさんの意見を参考に少しでも気分を上げ上げにして生活したいです。よろしくお願いします。そうね、私悩んだ時、疲れてしまった時、
その感情に身を任せてしまうことが一番早い解決ではないかと思っております。自分の気持ちを見繕う必要はないのよ。あきあこさん、はじめまして。はじめまして。毎日毎日動画見てます。ブリアナちゃんはお風呂に入ってどこから洗いますか？ゴーヤの目さん、ハイヒールは何足お持ちですか？一番お気に入りをよかったら拝見したいです。何足持ってんのかな、ちょっと見てくるね。この前ね、だいぶね断捨離しちゃったから、今のところ6足かな。して私のお気に入りなんですけれども、お気に入りすぎて全然履いてないの。こちらでございます。このヒールが一番お気に入り。でもね、お気に入りすぎて履いてないっていうのもあるし、ここでね自分が流血しちゃうの、ポール踊ってると。だからね履いてない。でも一番お気に入り。ミンシマさん、いつも可愛いブリアナちゃんのタトゥー全部見てみたーい。ダメ。あーちゃんさん、どうしたらブリアナちゃんみたいに英語話せるようになりますか？励まし、アドバイスしていただけたら嬉しいです。いつも応援しております。もうすぐ1万人突破、おめでとうございます。ありがとうございます。いつから私が英語喋れると錯覚してた？ジェイソン・スミスさん。ブリアナ、I love your video game taste. What's your favorite video game?Thank you, Jason. 私が一番大好きなゲームは今のところディアブロ3でございます。猪狩にゃる子さんかな、この方。ブリアナちゃん、魅力的で可愛いです。質問なのですが、パートナーが他の相手とのお遊びが多い人で、嫉妬心がすごく暴れます。やきもち、嫉妬、人の気持ちをどう沈めていますか？私ね、やきもちとか嫉妬の気持ちってあんまり抑えたことないんだよね。失敗が多い、それで。そもそもね、他の方とのお遊びが多い方はね、一瞬で別れちゃう、私。やきもち、嫉妬の気持ちをね、抑えてでも、一緒にいたい、そう思う方、そういった方と出会うまではね、別に抑えなくてもいいと思うわ。それで失敗したらそれなのよ。MC さん、ブリアナちゃんは酔っ払ったらどう狂いますか？行方不明になります。杉山直子さん、大好きなブリアナ、肘を舐めてくださいませ。斉藤明子さんかな。ブリアナさんにはどうやったらお会いできますか？明日で11歳のお誕生日を迎える娘がブリアナさん大好きすぎて、どこに行けば会えるか聞いてほしいとお願いされました。ありがとう。私ね、そう、基本的には夜のショーが主だったんだけれども、たまにね、夕方だったりとか、お昼だったりとか、18歳未満の方も、来れるようなイベントあれば、そのように告知しますので、Twitter とか確認してください。その時は待ってるわ。里見金田さん、質問です。シュキピに告白するアクティブさ、素晴らしいなって思ったんですが、あの時もしごめんなさいって言われちゃってたら、どういう行動をとってましたか？ちなみに私なら諦めない。押し倒してでも。押し倒してでも諦めないのはちょっと怖いね。わきまえな。私がシュキピに告白したってなんで知ってるんだろう、この方。すごいね。そう、私はね、シュキピとはね、片道3時間ちょっとぐらいのね、遠距離だったんだけどね。あ、もう好きって思った時に、誰にも取られたくなくてね、告白しに行っちゃったの。ごめんなさいって言われたらそうね。ですよね、つって。次々って感じよね。
告白してね、ごめんなさいって言われたらね、すぐ諦めるわ。迷惑かけたくないもの。デコポンさん、夢をバカにされるとげんなりする。ブリちゃんならどうする？うんこ投げちゃう。チャンクさん、ブリアナちゃんいつも楽しく見ています。1万人達成おめでとうございます。ありがとうございます。ブリアナちゃんの住んでるニュージャージーにあるイトーヨーカドーとライフ、どちらが好きですか？そうね、この2つで選ぶんだったらライフかな。でもね、実際一番使ってるのはマルエツ。無限チェリーさん、ね、ブリちゃん、はい。ブリちゃんのアイメイク真似したいんだけど、アイライナーはどこのブランド？これはね、どこのブランドか知らないけど、ドンキで買えるわ。皆さん本当にたくさんの質問ありがとうございました。やだ、1万人突破ということで、もう一つご報告がございます。私のこの手によって作られた LINE スタンプ、一発で審査通りました。もう何年も前に作った、ちょっと爪の甘い LINE スタンプがあるんだけどね、それはね、もう何回リジェクトされたかわかんないぐらいね、帰ってきたの。ダメよこれはっつって、あなたこの国では認められない存在よみたいな、言ってくれるじゃんって思いながらさ、頑張ってさ送り直してたの。でも今回はね、一発で通ったの。嬉しいよね。この動画がね、公開される頃には販売されてると思うので、みんな買ってちょうだい。まあ、カジュアルシーンからビジネスまで幅広く使えるスタンプとなっておりますので、ぜひいろんな方に送りつけてちょうだい。私のスタンプを使うとね、恋が実るとか実らないとか、その話もありつつ、今回の動画はここまで。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあみんな、次回の動画までいい子にして待っててね。バイ。